はい、皆さんこんにちは。本日もシナの交通チャンネルをご利用いただきまして誠にありがとうございます。ただいまですね、私は名鉄瀬戸線の北山駅に来ております。こちらは昨年でしたかね、2023年に栄町方面のホームがこのように高架化されまして、このようにですね、3、4番のホームは高架の上になっております。またあと2年ほどしますとですね、もう準備が着々と進んでおりますけれども、尾張瀬戸方面の今ちょうど電車の音がしておりますね。尾張瀬戸方面に向かう電車かと思われます。尾張瀬戸方面の列車もあと2年ほどするとこのように高架になるということで、私もすごい楽しみにしております。で、こちらの奥の方を見ますと留置線が一つあるんですけども、保線作業の方がいらっしゃいますね。はい、このように3300系が1台止まっております。 1編成ですね。あちらの車両は名鉄瀬戸線の今回の一連の高架化工事に伴う増備車両となっているものでございます。ずいぶん近未来な駅に生まれ変わりましたですね。いつもですね、基本的に栄町方面に向かう列車は3番ホームから発着しているんですけども、3番線のホーム、こちらと4番線のホームですね。はい、決定的な違い何か分かりますでしょうか。はい、それはですね、見ていただいて分かった方もいらっしゃるかと思うんですけども、バラストかそうではないかっていう違いになるんですね。3番の行ったり来たりで申し訳ありません。3番のホームは日常的に電車が来たりするものですから、近隣の住民の方がうるさくならないようにと騒音に配慮して、このようにコンクリート製の枕木というんですかね、ものを採用しているということでございます。一方、先ほど見ていただきましたこちらの4番ホームの線路については、今まで通りのバラストが敷かれていますですね。こちらは北山止まりの列車であったりとか、あちらに留置する車両を入れるもの以外には基本的に使用しないかと思いますので、このようにバラストが敷かれているのかと思います。はい、以上がですね、この名鉄瀬戸線の北山駅の栄町方面のホームの紹介でございました。また尾張瀬戸方面の下りというんですかね、尾張瀬戸方面のホームも完成しましたら、こちらの動画で紹介していきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。